はい、今日は7月の18日夜9時にありました。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ニャリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日7月の28日、私もついに75歳の誕生日。あっという間の75年。そして最近、本当に青春時代のように毎日行っている活動、忙しくて、あの昔におった吉本のああ忙しい、ああ忙しいというような、あの面白かった人物のように、毎日が本当に朝から忙しい、そのような状況になっております。誕生日をゆっくりね、楽しむようなこともなく、しかしね、孫がプレゼント、そして電話をいただきました。そして家内からもちょっとしたプレゼントはいただきましたが、さあ、この私の現在の本日の朝からの活動、10時からこの赤い車において、私が現在の東大阪の野田省に対する悪性不正の根幹、これを東大阪50万市民の皆さんに知ってもらうために、朝10時からこの車のスピーカーにおいて市民に啓蒙凱旋を一日中行ってまいりました。さあ、一日中喋ると言ってもね、車を走りながらですから、その文言をテープに吹き込んで、そして流しながら走って回ったわけでありますが、何分にも東大阪はね、本当に広いんですよ。ね、昔の3つの市が1つにまとまってできたのが東大阪市なんですね。昭和42年、私が大阪に出てきた時には、布施市、さらには河内市、平岡市という3つの市だったんですが、これが昭和42年に、私がそうですね、この大阪に来て4年後ですね、38年でしたから、一つに3市合併したのが昭和42年、そして早50年が過ぎましたね。この現在は3市合わせて合併して、人口は現在50万何千人ですかね。一時は53万人まで増えたことがありましたが、全国の人口が減少していく中において、23万世帯の人口は約50万人。そしてこの現在の野田市長が市長職に就いてから早4期目15年、4期1期4年ですから、4期目当選で、来年9月には4期目が満了するんですが、ここに来て野田市長が4期まで果たして務めることができるのか、あと1年間務めることができるのか。東海は野田市長誕生より15年間徹底的にこの野田市長の行政に注目し、最初はね、この野田義和という市長は、もともとが、あの国会議員であった中山太郎氏の秘書をやっていたという肩書きを持って、
東大阪市議会に立候補して、どうも1回目は落選したようなんですが、2期目において当選した。その時の野田市長が広報に使ったハガキですね、これがどこかを探したらあると思うんですが、そうですね、この市議会議員から市長に立候補して当選したのが、昨日お伝えしました平成19年の9月の末、つまり誕生したのが10月ですね。それから早4期当選して、この人物が公共工事をもとに金儲けを私利私欲に走った、その実態、今日ね、本当に面白いメールが東大阪の市民から届いたわけなんですね。このメールがね、この人物も一人で5、6年前からね、必死になって現在の東大阪の悪性不正を調査している民間人なんですが、今から3年ほど前に私を訪ねてきて、実は現在東大阪府施市にある都市再生開発会社という東大阪の第三セクターが経営をしている、そのところの外郭団体を調査しているんですよ。ね、行って公文書を手にしてきたんですが、本当にね、長年その公文書を持ち歩いてカバンに入れて、薄汚れた公文書でしたが、その公文書には本当に見たらおかしな、不思議な、変な記載がされている公文書だったんですね。つまりその外郭団体は約100億円の赤字を抱えている外郭団体なんですね。これは100億円も民間が負債を抱えていたら、とうに倒産しているわけなんですね。しかし、ここは倒産するにも倒産させることができないほど、東大阪の負の遺産として、なんと定年した職員の天下り先として、悪性不正の根幹となっている、そのような裏では、汚れた計画に参加して、そして野田市長の手先で一部の人物が動いているというような、このような出先機関の外郭団体なんですね。その人物から本当に今日ね、私の知りなかった驚くべきこのメールが届いたのでありますが、なんとそれは私が現在調査している野田市等の絡んだ東大阪商工会議所が元の市民会館の跡地を借りて、そこに自社ビルを建てて、その中に東大阪の図書館を入れて、なんと東大阪市の土地は私たち東大阪市民の土地財産なんですね。これを野田市長は公正役場を利用して公正証書を作成して、商工会議所の課長ごときと東大阪の課長ごときのものを代表として代理として公正証書を作っているわけなんですね。その内容は、約1000坪の土地を1ヶ月298万円で商工会議所に貸し与え、借りた商工会議所は
その地に自社ビルを建てたわけなんですね。その自社ビルの建設費用が約6億円から7億円と言われておりますが、ここまでは私も公文書を取ったわけではありませんが、だいたい噂によると7億円ぐらいではないか、6億5000万から7億円ではないかというね、3階建てでしょうかね。1000坪の3階建て、そこに駅前一等地ですから、市民の財産であるこの土地を野田市長が勝手に議会も通さずに、これを公正証書を作成して貸し与える。しかも最初は20年間とされていたものが、契約書は30年間になっているわけなんですね。さあ、借りた商工会議所は自社ビルを建てた。その中に野田市長は市民のためと言いながら、ここに図書館を1階に入れたわけなんですね。ここからこの野田市長が行った契約、本当に悪性の塊のような契約を行っているわけなんですね。図書館を入れた家賃がなんと500万円1ヶ月ですよ。年間6000万円ですね。しかし市民の土地ですから、この市民の土地を商工会議所に1ヶ月298万円、つまり300万円で貸して、ね、年間3600万円で貸しておきながら、図書館の入れて、その市民の税金で家賃として6000万円を年間に30年間も払い続けるという、このような常識では考えられないような契約をやっていた。この契約に私は日頃から議会傍聴を行い、委員会傍聴を重ねているんですが、一時ある議員が総務委員会でこの問題を激しく追及していたのですが、なんと突然その議員がこの追及をやめた。なぜやめたのかと後で流れてきたこの噂は、その議員の親がどうも身内が電気工事の会社を行っている。そのためにこの電気の会社の親方がその議員、総務委員会で追及していた議員を連れて、どうも商工会議所の回答に追及していたことをこれからやりませんと言って詫びに行ったらしいんですね。そうしてその帰りに、なんと電気屋ですから、商工会議所が建てる新しい建物の電気工事をお土産にもらって帰ったというんですね。そのたびに総務委員会であれほど追及していた議員がピタッとその追及の質問をやめた。さあ、このようにして38名、東大阪には自由民主党議員10名、公明党議員10名、維新の会議員7名、このような議員が個人無所属を入れて38名いるのに、このようなおかしな変な
契約を野田市長が公正証書で貸し与えている契約を結んでいるのに、誰一人としてこの悪性不正を追及する者がいなかったわけなんですね。そして今日届いたこのメール、この読み上げてみましょう。おはようございます。楽しいも楽しきもありませんが、あいつはなかなかしぶとい。野田市長はあいつと言ってますね。あいつはなかなかしぶといですよ。私らの常識では判断しきれんやつやからね。油断大敵、頑張ってください。このように私に来ているんですが、これは余計なことやけど、例の旧市民会館あれは維新の誰々に野田が金逃げ出してやってもたんです。2000万とか3000万とかも聞いています。そんなやつですよ、野田は。このようにメールが届いているわけなんですね。さあ、ここで維新の会も改革と言いながら、これが噂であっても、現役ではない元維新の会の不快人、これを使って商工会議所にこの土地を貸し与える画策をやったと、このメールには指摘されているわけなんですね。次から次へと私が行動するたびに、善良な市民、疑惑を追及している市民からこのようなメールが届き、またある者から今日は電話があり、その電話をもとに面談して様々なことを聞いたわけなんですね。そして私が今日流して市内を回ったこの内容、今からどのような内容の広報をして回ったのか、50万市民の皆さんに明日も朝9時からこのテープを今日回れなかったところの東大阪市民の皆さんに伝えて広報して回ろうと思っているわけなんですね。それではどのような内容か今から皆さんにお聞かせしましょう。これそうなんですが、それではスタートしてまいります。
野田市長はこの900億円すべてを箱物建設利権政治へと走り、この15年間で1200億円もの大金を箱物建設に使い、その利権にたかった38名の議員と一緒に食い潰してきたのであります。2年半前に大きく発覚発生したコロナ感染拡大の社会となったとき、全国では国とは別に市町村などでは1万円から3万円を配布したというニュースが走り流されて回ったものでありましたが、野田市長は50万東大阪市民に配る1万円の金も残っていなかったことが、悪性不正が大きく発覚したのであります。そして今日、野田市長と38名市議会議員の悪性は、今年3月に子どもたちの学校給食を平気で止めた、このことがテレビ新聞などで大きく報道されました。絶対に止めてはならない子どもたちの給食を平気で止めた、超えてはならない政治行政の不正を平気で超えたところに、野田市長と38名市議会議員の崩壊した東大阪市役所の実態が現れたのであります。そのような中、ミヤジ版東大阪の赤い車のスピーカーの声は、長年この悪性不正を東大阪市民の皆様に届けてまいりましたが、うるさいやかましいの声を糧として徹底的に調査を行ってきた結果、ついに野田市長の悪性を追放するだけの証拠をもとに役所への不正を追及してまいりました。さまざまな入札の官製談合疑惑、箱物建設主体の悪性、市民の財産である土地の不正販売や使用など、税金山分け悪徳政治、このような市長を15年間も放置してきた東大阪市民にとっては大変な不幸なものでありました。今度こそこの赤い車が野田市長追放と38名の悪事を暴いてまいります。今こそ市民が東大阪市役所に注目する時が来たのであります。そしてみんなで悪性不正を追放しようではありませんか。こちらはおなじみの赤い車、ミヤジ版東大阪狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けております。 YouTube で悪性不正のミヤジ版堂村慎太郎で一度検索してみてください。これを今日一日ね、東大阪、今日はまず西の方なんですね、不正市の方から不正駅の方から流して回ったのですが、まだ中央環状線まで回ることができませんでした。さあ、昨日今日回れなかったところを明日朝9時からこれを東大阪市民の皆さんにゆっくりと聞こえるように、そして今東大阪市役所で何が起こっていて、これから何が起ころうとしているのか、市民の皆さんに分かりやすく、そしてこの現在の腐り切った建物は立派な東大阪市役所、しかしその中身は完全に腐敗崩壊している、このような現実を全ての市民に知ってもらうために、今東大阪市役所に注目していただくように広報して回ろうと思っているわけなんですね。この私たちの東大阪の借金、ところが議会では東大阪市は赤字ではない、
税の収集は黒字になっている。このような計算上では発表されるんですが、ところがこの裏のからくり、先ほどこの広報で言いました通り、市民の財産である土地の不正販売、さらには不正使用、このようなことで物納された、市民から物納されたその土地が、市民のまた業者の知らないところで一部の悪辣な奴らが結託して、これを販売して、その土地売ったお金は一般会計へ収集されますから、土地を売った金で箱物の建設へ投入した市民の血税を、物納された土地を売った金で穴埋めしている。このような構図が見えてくるような気がしているわけなんですね。このようなことが15年間も東大阪で行われてきている。ですから、冒頭に言いましたように、野田市長4期目ではありますが、果たして残りのあと1年、市長職を全うすることができるのか、私はできないと思っているわけなんですね。安倍総理が突然、暴漢に襲われた。しかし、それには、それなりの、私たち人間には見えない、神の世界が、何かの思いで、あのような暴漢に襲われたのではないか。思念の恨みで、安倍元総理の命が奪われましたが、果たして安倍元総理が何も関係していなかったとしたら、あのような事件には巻き込まれていないはずなんですね。私たちは、日本人は特に神や仏を大事にして、神社仏閣を大事にして、そして日々生活にそれをすんなりと取り入れて生活している民族ですね。目には見えないものがどこかで動いている。私がね、幼少の頃、おばあちゃん子だったので、おばあちゃんに教えられたことがあるんですね。自分が悪いことをして、誰も見ていないと思っても、三つのものが見ているんだ。こう教えられたんですね。一つはまず自分が見ている。二つ目はお天道さんが見ている。三つ目はその家の神さんが見ている。このように教えてもらった記憶は鮮明に私の精神に残っているわけなんですね。目には見えない自分は人にはわからないだろうということが、自分だけは絶対知っている。それが何かの拍子にすべて点と線がつながっていく。これが私たち人間にとった目に見えないものもまっすぐである。